なんかが違うんだって。で、中見ると大体の様子がわかるんですよ、うん、あのいつ頃引っ越してきたんだろうか、うん、あの発育段階が大体決まってるんで、あの幼虫期間がどのくらい、卵期間がどのくらいかっていうのをちょっと大体中見るとどのくらいの時期に引っ越してきたかってわかるんですよね。あ、これ上がっちゃった。あ、それがでかい、でかいじゃないですか。一回りでかいですね。すぐ分かっちゃいますよね。これ上がっちゃう、水かないといけないですよ、これ。うん、逃げ足が速いっていうか、あ、殺虫剤に強いんですよね。そうなんです。殺虫剤強いから、